それでは味見。甘い。今回紹介するカロリーはこちら、ミニクロドット1280円で購入しました。ベーカリーの方では毎年登場するミニクロドットという商品なんですけど、クロワッサンのね、生地をこうドーナツに使ったっていうやつでね、だいたいこの正方形の容器に16個入りっていう形で入ってまして、その時々でねこのバリエーションが変わってでまして、今年版2023年の9月版に出たものはね、この青色の種類のものがね出てまして、これがちょっとね目に入りましたので買ってみました。味気になりますよね。それではミニクロドットね、詳しく見ていきましょう。まず商品のラベルの情報ですね、こんな感じになっております。カロリーと PFC ですけど、 100g あたり 467kcal、PFC は 5.8、29.2、44.4 ということになってます。今日は土曜日なんですけど、オープンして、すぐ割とすぐの時間帯に入店しまして、これ買ったんですが、賞味期限当日製造分ですね、9月9日分を午前中のうちに購入することができております。で、消費期限の方は製造日含めて3日間という設定ですね。で、価格は16個入りで1280円になってるんですけど、1つあたりですね80円ぐらいになります。ちなみにこのチャンネルではですね、2020年版と2021年版レビューしてるんですけど、どちらもですね価格が998円でした。1000円切ってました。価格が上がったのは去年からなんですけど、じわじわね刻んで上がってまして、1180円とかね、そういったのを挟みつつ、今1280円で落ち着いてるっていう風な感じになってますね。だいたい300円弱ぐらいの値上げになってます。蓋を開けるとこんな感じになってまして、4種類のねこのミニクロドットが入ってます。で、これが一応砂糖かかってますけど、プレーンタイプのもので、これがヘーゼルチョコですね。で、シュガーとブルーホワイトという名前になってます。で、一番目を引くのがねこの青色のやつなんですけど、これがねスピルリナブルーっていう着色料が使われてるみたいです。2023年版は、この砂糖のタイプが2つとチョコタイプで2つみたいな感じで分かれてるんですけど、この砂糖タイプのものはね、そのまま食べても美味しいですし、あと軽くね表面炙って、食べても周りはこうサクッとなってね美味しかったりするんですよね。一方このチョコレートのものは温めるとドロッと溶けちゃうので、なるべくこう冷たいまま食べるのが個人的には好きですね。9月もね前半でまだまだ気温が高いので、持ち帰る際ですね、車内の温度とかすごいこう上がってるので、常温で持ち帰るのは結構危険かなと思います。このコーティングがねデロデロになりそう。このパッケージのサイズ大きいですけど、保冷バッグとあと保冷するね環境っていうのを整えておくことが必要かなと思います。それではね、恒例の内容量チェックをしていきます。31、40ということで、16個ね全部重さを測ってみたんですけど、まず合計の重さですね、 587g でした。で、この値元にトータルのカロリー計算してみると 2741kcal ということになります。このシュガー系の2種類に関しては平均大体 30g ぐらいですね。で、このチョコレートをコーティングされているものは 40g を超えるっていう感じになってまして、もう見た目で分かる、持っても分かるぐらい差があります。で、このチョコとかかかってるやつはですね、この厚みも結構ねあるというか膨らんでますね、生地が。で、シュガー系のものはそこまでこう膨らんでないなという印象ですね。個体差があるとは思うんですけど、今回購入分見た限りだと、こういったコーティングしてある、チョコでコーティングしてある方が生地自体も膨らんでるし、ちょっと
一回りとまではいかないですけど、サイズ感的にも大きく感じます。シュガー系の2種類が結構重さが同じような感じだったんで、この2種類で平均を出すとだいたい1個あたり 30g で、1つ食べると140キロカロリーぐらいの感じですね。でこのチョコレートというかコーティングされてる分、8つで平均を出すとこれが 43g ですね。1つあたり 43g が平均で、カロリーは201キロカロリーっていうのが、まあ、アベレージになりますね。はい、同じねミニクロドット1個でもこう食べるものによってはカロリー的には 33% ぐらいは上乗せになるという感じですね。それでは実食です。甘い。味は特にねこれっていう感じないんですよね。ただ甘いこう青いものでコーティングされてるだけっていう、そういう感想です。ミニクロドットはねこのメインの生地が美味しいので、なのでまあ甘美味しいっていう感じ。続いてシュガー。シュガーは裏面も砂糖がかかってるんですけど、これはねプレーンと同じような量ですね。この表面にたくさんかかってるっていう風な感じです。これが一番うまい。コーティングされてるものよりかはこっちの方が生地のねふわふわ感が味わいやすいですね。でこの表面の粉糖はすぐ口の中にこう馴染むんで、こうベタベタっとした感じもなくて、うん、これは食べやすいですね。続いてヘーゼルチョコ。うん、これはねもうはっきりチョコの味がするんで、まあ、馴染みのある味っていうか、表面のナッツですね、これも食感がプラスされるっちゃされるんですけど、あんまりねこう見た目ほど存在感はないかなという感じです。真ん中に少し穴が開いてるんですけど、その中にもねこうチョコが入ってるんで、チョコ感はねかなりしっかりあります。で最後プレーン。おいしい。このプレーンがね一番食べやすいかも。結局これはプレーンにさらにこう粉糖をプラスしたような感じなんで、甘さで言ったらやっぱこっちの方が甘いのかなという気しますけどね。これが一番なんかこうオーソドックスな感じして、しかもなんか美味しいです。やっぱりこれが、うん、この砂糖もね粉糖と違ってちょっとつぶつぶというかチャキチャキとした食感があるんで、うん、ということで今回は2023年版のミニクロドットの紹介でした。一通り食べてみましたが、一番好きなのはプレーンですね。その次がシュガーでしょ。3番目4番目ほぼ同じなんですけど、3番目がこのヘーゼルチョコですね。4番目がこの青のやつでした。ベーカリーの方ではこういったドーナツ系の商品、今だとねもうこのミニクロドットが定番なんですよね。クロワッサンの生地を使った、まあ、普通のドーナツはふわふわっとしたね、ただただふわふわな生地みたいな、そういうところあるんですけど、ちょっともちっとしたね食感のあるドーナツという感じですね。で16個入りなんですけど、4つずつまあアソートみたいな感じになってるので、見た目はすごく映えるかなと思うんですけど、まあ、味自体は結局ねこのプレーンとかシュガーもうオーソドックスなものが個人的にはね、好みでした。このチョコとヘーゼルナッツの方は味としてはねすごい分かりやすいんですけど、
このブルーホワイトですね、よく味わったらホワイトチョコの感じがふわっとなんかわかるんですけど、それもこう探さないとわかんないような感じで、ただ単純にガブってかじるとなんか甘いもの、甘いコーティングみたいな、そういうくらいにしかちょっと感じなかったんでね。でブルーホワイトの部分のラベルの文言チェックしても植物油脂砂糖その他としか書かれてないんですよね。なのでチョコとかは入ってない可能性が高いですし、まあ、何とも言えない青くて甘いコーティングとしかちょっと言えないかなという感じですね。赤かったらストロベリー味みたいなね、そういったのがこう分かると思うんですけど、なんかスライムみたいな、ね、色してますし、遠目から見てもね、多分50メートル先から見てもなんじゃこりゃっていう感じで目には入ると思うんですが、純粋にこう味わいをメインでってなるとおーって感じですね。結局はこのプレーンたちの方が美味しく感じると思います。こういった派手色の商品ってベーカリーだとあんまりないんですよね。ハーフシートケーキでもちょこっと鮮やかな青がこう使われるような具合で、一般的なこういう商品で青が採用されるってことはこれまで多分なかった気がするんですよね。まあそういった意味ではすごく映える商品なんで、お土産とかでね持っていくと、わ何これみたいな感じでつかみは良さそうな感じしますんでね、まあ気になる方は買ってみてください。コーティング系のものをね一人一つ食べるのって結構しんどいかなと思うので、まあ、こんな感じでねそれぞれ一種類ずつ4つぐらいに切って、まあ、ちょこちょこつまめるようにしておくと食べやすいかなと思います。チョコのねこのコーティングかかってるものっていうのはかなり切りやすかったですけど、逆にこのシュガー系のやつはですね生地が潰れてしまうので潰さないようにね、慎重に切ってみてください。という感じで2021年ぶりのミニクロドットでした。かなり久しぶりやったけど、ああこんな味やったなみたいな、はい。ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルではコストコで買ったもの、おすすめ商品、新商品のレビュー動画いろいろ出してますので、チャンネル登録まだの方はぜひ登録の方お願いします。今回の動画参考になった部分ありましたらグッドボタンで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日はね本当はこのミニクロドット買う予定なくて、パウンドケーキのねバナナパウンドケーキみたいなやつがあるらしく、それ欲しくて行ったんですけど、朝全然なくてね、キャロットパウンドケーキ去年かな出てたやつっていうのがまた復活してて、ないやんと思ってたら、まあこのミニクロドットのね青が目に入ったんでちょっと買ってみたという感じですね。で最近紹介した抹茶マフィンですね、期間限定で販売されてるやつ、あれを買ってる人がめちゃくちゃ多くて、4つぐらいこう抱えてるおじさんがね4人ぐらいいましたね。個人的にそこまでこうハマらなかったんで、なんかねあのバームクーヘン的な感じがするんですけどね、もうちょっと抹茶感がこう強かったら、しっかりあったらすごい良かったんですけどね。抹茶の食べ物好きで、特にこう渋い感じ、ちょっと苦味があるタイプのがっつり抹茶ちゃんの食べ物が好きって方にはね、あんまりこう合わないと思うんですよね、あれ。うん、あれ食べるときね追い抹茶したくなるぐらいの抹茶感なんで、うん、でもやっぱり期間限定ってこともあってね、たくさんの方がこうもうなんで、まあ、いろんな方がこう手に取ってた印象です。あと今週の週末限定でバスティッシュですね、バスティッシュも確保してきました。ちょうどストック分も半分ぐらいしか残ってないという感じだったんでね、いいタイミングで買えたんでよかったです。そんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。また。